命の使われ方。宮本ゆり子。私たちが本当に人間らしく生活したいという希望を語るとき、誰がそんなことは生意気な望みだと言うだろう。みんな、私もそう思うと答える。ところが、実際の毎日の生活で人間らしく生きるということは造作ないことだろうか。 決してそうではない。今日の日本のすべての事情は、人間らしく生きるということに必要ないろいろの条件を書いている。食料の問題、住宅の問題、交通の問題その他。今の日本に特別強く現れているそれらの困難については、誰しも十分知っているけれども、 勤労する人々の生活にとっては、さらにもう一つ深刻な問題がある。それは時間の問題である。時間は人間成長の箱である。そういう有名なマルクスの言葉がある。マルクスは、この詩人が言いそうな言葉を、沈労働の研究をした経済の本の中に書いている。 人間の一生は、それが一生として語られる本質から、時間の枠で抑えられている。よしんばそれが、八十年であるにしろ、百年であるにしろ。だから、人間がどう生きるかということは、生きている間の時間が、その人の幸福と人間らしい成長のために、どう使われ、内容をつけられたか、ということで決定する。 マルクスが経済学の本に特に賃金とはどういうものかということを研究した本の中で世界の勤労者に君たちの時間はどう使われているかということについて注意を呼び起こしたのは実に意味深いことであった君たちの時間はどう使われているかと聞かれたとき24時間の大部分が労働のため 時は金なりという格言を一分も忘れない企業家の利益のために使われていることの人間らしくなさに苦しんでアメリカの労働者は初めてのメーデーに8時間の労働8時間の休息8時間の教育というスローガンを掲げたのであった労働時間のことは労働組合への掛け合う問題というふうにだけ考えることは 人間として大切な、その意味を掴んでいないことになる。男女平等と憲法で書かれたとしても、男女が平等に、10時間も、11時間も働いて、くたくたになって、帰ったら眠って、翌朝また出勤してくるだけのゆとりしかなかったら、その男女平等は、男女が平等に、人間以下の条件に置かれているというに過ぎない。 男女が平等ということは、同じ労働に対し同じ賃金ということを当然約束しているけれども、これまでの日本の実情では、同じ職場で同じ部門に働いている男女が、必ずしも同じ程度の腕を持っているとは言えない。女は、これまで時期に辞めてしまうもの。安いから、 男の代わりに使うものとして使われてきたのだから。今日の若い勤労婦人は、自分たちの人間らしい生活という考えの中に、誰でも仕事の上での発展の希望を加えていると思う。十年一日のような見通しのない当てがえ仕事を苦しく思っている。では、その希望を実現するために、 事務技術の向上、または専門関係の知識を深めるために講習を受けるとして、さて、時間の関係はどうだろう。勤労婦人が家庭の女の用事と二重に働かなければならない困難はあらゆる人が経験している。夜は不用心で怖くて遅くなれない。勤労時間を一部割いて、 そういう専門の講習を与えるように、婦人職員、従業員の価値は重んじられていない。そうだとすれば、同一労働、同一賃金ということは、勤労婦人自身にとって自信のある拠りどころを持っていないことになる。そのために、労働基準法で母性保護の諸条件が多くなることで、雇い主は、 一人当たり費用の多くなる婦人を使うより生理休暇のいらない深夜業のできる男を使った方がいいと逆に勤労婦人の生活安定を脅かすことにもなってくるのである勤労人民にとって時間の内容がどう詰められているかということは本当に深刻重大なことである働く者にとって 時間は人間成長の箱であるけれども、働かせる者にとっては、時は金なりという矛盾した勤労の関係が存在していることが、今日の私たちの悲劇なのである。生産工場でない場所では、より多い一時間の労働の生産が、企業者にどれだけの利潤を与えるかということは見えていない。 ただそこには、非能律的に組織された、面倒な書類と、ハンコのぐるぐる回しがあって、人々を机に縛り付けている。一日に何時間、書類とハンコは、生きている若い命を机に縛り付けているのだろうか。能律よく民主化された執務の方法ということは、 人間らしさを取り戻していくための真面目な課題となってきているのである。